としてはもうスペシャリストの金さんに伺うのが一番だと思うんですけど、はい、改めてやっぱこの5区の難しさってどういうところにあるんですか。やはりですね、まあ、上りのスペシャリストですが、上りは早いんですが、もう目いっぱいもう酸欠状態になりながらも上ってますので、その後下りに入ってもスピードを切り替えられるか、例えば上りが1キロ3分20秒か30秒ぐらいかかるところ、下りに入ると2分40秒ぐらいですね、1キロで3、40秒上げなければいけないっていうね、その難しさがあるんですよね。あ、なるほど、はい、やっぱり下り区間になると今度その足へのダメージも相当きますもんね。きますね。で、下り切った後足の甲は見えてきてから最後また少し平坦なところがあるんですけど、そこでもう完全に選手たちね、もう目の前の視界がなくなるぐらいに追い込んでますので平気で残り2キロで1分近くタイムが引き上げられたりすることもありますもんね。過去に何度も残り 400-500 メートルのところでフラフラになってですね、はい、もう立ち止まってしまうという場面も何度かありましたから、そのぐらい過酷なコースであることは間違いないですね。最後下り切ってからの平坦が意外と苦しい上りに感じるなんてことを聞いたことがあります。本当にそうなんですよね。さあ、その中で先頭の創価大学はすでに寒冷洞門の横を抜けていっています。1931年に建設されたスノーシェッドですが、2014年にバイパスが完成して、その横を選手たちは抜けていくというコースになっています。先頭創価、2位が駒澤大学、そして今3位に東洋大学の宮下が上がってきています。松野さん、飯塚さん、ちょっと待ってください。今寒冷洞門に今後続の選手が来ますので、次の選手のタイム差を測ってから飯塚さんを呼びします。次に来るのが駒澤大学です。今駒澤大学が寒冷洞門のチェックポイントのあたりにやってきました。駒澤大学は襷渡しの時には1分42秒差でしたが、創価の三上は鈴木芽吹に対して差を広げました。1分48秒差、1分48秒差で今寒冷洞門の前を通過。そして東洋が来ました。東洋大学と早稲田大学が来ています。3位東洋大学、今寒冷洞門の前、先頭の創価との差が間もなく測れます。東洋大学は今先頭との差2分2秒、そして早稲田大学は2分6秒、ですから東洋は先頭との差を詰め、そして早稲田は若干広げられてしまっている、そういう状況です。そして5位に東京国際大学が来ました。東京国際大学は寒冷洞門の今チェックポイント、今通過をしました。2分22秒ほどの差。そして6位に東海大学です。東海大学は襷渡しが2分20秒差でしたが、今2分31秒ですから、創価三上と東海大学の差が11秒広がって寒冷洞門を通過しています。 3.6 キロです。さあ、そして小田原中継所、まもなくあと1分ほどで15分先頭が行ってから、専修大学この15分以内に襷をつなげませんと、この4区で繰り上げスタートということになってしまいます。往路から繰り上げてもね、なかなか厳しいですけど、あ、ギリギリこれはつなげますかね。あと40秒ほど、もうかまぼこ屋の駐車場は見えています。ギリギリですね。さあ、専修大学胸に深緑の S の文字。さあ、中継所が見えて残り30秒、あ、いけそうですね。残り30秒を切って、はい、今専修大学4区の国松から5区1年生の野毛に無事に深緑のたすきが渡りました。これで21チームすべてが自公のたすきで山に登っていくことになります。先頭創価大学、2位駒澤大学、3位東洋、4位早稲田です。尾形さん、飯塚さん、大変お待たせしました。失礼しました。あ、失礼しました。あの3キロの通過を図っていた話をしようと思ってたんですけど、やはり尾形さん、はい、宮下のペースがそうですね。あの宮下君はやはり ね、はい、あのね、昨年も今1時間10分台ですねで走っているので、やはりね、そのペース感覚もね、あの自身の中で分かっていると思いますから、まあ落ち着いてね入っていると思いますね、はい、3キロが9分14秒という通過でした。でその前を行っている2位の駒澤大学ですね、鈴木芽吹、その前に、移動放送車をつけていますが、今この河野沢のあたりの山を登り始めています。はい、さん、間近でご覧になっていかがでしょうか。そうですね、まあ、初めてね、1年生でやっぱルーキーでね、初めて山を走るので、やっぱりね、いろいろね、あの不安要素ももちろんあると思うんですけど、まあ、今の入りに、ね、関しては、まあ、割と落ち着いてね、鈴木君のね、こう力通りの走りはできていると思いますね。で、やはりですね、山に入ると少し、日陰になると肌寒さも感じますし、風も
箱根湯本のあたりよりは若干山合いを走っていますので弱まってはいますが、それでもこれ影響ありそうでしょうか。いや今のところはですね風の影響はあまりなさそうですけどね。まあ、でも後ろにですね、東洋の宮下君がもういるっていうのが分かってますので、まあ、そういったプレッシャーを、ね、ちょっと感じながら走ってるとは、ね、思いますけどね、はい、2位の鈴木芽吹初めての箱根山を登っています。先ほど芦ノ湖から情報を一つ受けたんですが、途中の芦ノ湯あの16キロ前後のあたり、あのあたりにあった温度計で1度という表示があったという情報がありました。それから今芦ノ湖のあたりは少し雲がかかってきたという情報。なるほど。ありましたので、富士山は見えないですかね今日は。可能性はありますね、はい、この山登り、それから特に5区ですと年によっては低体温というのもありますよね、はい、ありますね、まあ、一度っていうことはもう下から登っていくときに汗を大量にかきますので、はい、その汗冷えをするという心配がね一度だとかなりありますね。先ほど寒冷洞門のチェックポイント途中まで通過お伝えしましたが、青山学院が先ほど寒冷洞門のチェックポイントを通過していきました。10位で通過をして、先頭創価大学が行ってから竹石は3分41秒でこの寒冷洞門を通過ということは、小田原中継所から全く差が詰まってないんですね。はい、詰まってませんね。前の神奈川大学とはかなり詰めたみたいですが、やはり先頭からは詰まってないですね、はい、さあここで4区区間賞創価大学の区間2位ですね、失礼しました。区間賞は山梨のオニエゴ選手だったんですが、日本選手トップという創価大学の島津選手のインタビューの準備ができたようです。島津さん、はい、どうも素晴らしい走りお疲れ様でした。 ありがとうございます。まだ息が上がっている中すいません、最後ちょっと足を叩きながらのフィニッシュでしたが、足は大丈夫でしたか。ラストのパスで足、はい、左足つってしまって、走り終わった後本当にもうだったんで、ものすごく痛かったです。あただその中でもこう最後何かコースにお辞儀をして何か感謝を示す姿が私は非常に印象に残りましたが、どんな思いで走られましたか。やっぱりここまで、まあ、走ってこれたことに感謝と、まあ、自分がその1年間のやってきたことへの感謝と、サポーターだったりとか、はい、チームメイト、大会運営者、運営の知ってくれた方のへの感謝を全て込めて、もう伝っての中で、はい、お辞儀しました。いや気持ちは伝わりました。スタジオに金哲彦さん、そして俳優の和田雅人さんもいらっしゃいますが、お二人からお話を伺おうと思います、はい、島田さん、はい、いや素晴らしい気迫の走りでした。本当にお疲れ様です。おめでとうございます。トップでね渡しましたので、今感謝の言葉出ましたけど、本当に去年ね、一番大事な時にコロナでなかなか思うような練習できなかったと思うんですが、そういう大変な時期を創価大学のチームワークどうだったんですか。もう本当にその中でもやっぱりみんなで練習して、もう箱根一本に絞って目指そうということで、もうみんなでもう本当に総合3位を目指してっていうことを固めて練習してきたので、うん、で気持ちを一つに固めてやってこれたと思ってます。なるほど。今本当に先頭を走ってまして、このままねオール優勝の可能性かなりあるんですが、今の創価大学の今日の強さって何でしょうね。一言で申すの申し上げ難しいかもしれませんが、はい、やっぱりスタートの強さと、うん、あと僕にも激坂王が控えているのでここまで1位でつないできて、王にふさわしい順位で渡せたんじゃないかなと思うので、なるほど、そこが強みです、はい、期待したいですね。本当にお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。島津選手お疲れ様でした、はい、俳優の和田雅人です。ありがとうございます。早い段階で先頭に立って、そこから、中継所まで長い間、第一中継車の後ろもう先頭ずっと走ってたんですけれども、そこから見える景色ってどうでした。そうですね、選手よりも大きいトラックの背中を見ながら、もうひたすら走るのと、あと山が見えたときに、三上はこれからあんなでかいものと戦うんだと思うと、俺がそこまで、この1位のまま連れて行ってやんないと、あいつには申し訳ないなと思いながら、はい、ラスボスのところに自分が連れて行くつもりで走りました。なるほど。その思いがああやって足を叩きながらもなんとか投げるぞという思いがあそこに現れてたんですね。はい、素晴らしい走りでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。
いや、三上選手、本当に今も素晴らしい走りしていますので、この後もぜひ応援を続けてください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。4区で、日本選手トップのタイム、好走 5.6 キロでチームをトップに持ち上げました島津選手のインタビューをお伝えしました。さあ、レースに戻りましょう。先頭その創価大学で、さあ2位の駒澤に東洋大学が迫ってきました。松尾さん、その差4秒です。はい、今ちょうどそこに移動車つけてるんですね。そうですね、あの5キロの通過が宮下が15分55秒、鈴木芽吹が16分16秒かかりました。この移動放送車から見ていますと、宮下は大きなストライド、鉄紺のユニフォーム、そして前をしっかり追っています。鈴木はあのどちらかというとしっかりリズムを刻みながらという感じに見えますね。そうですね、あのピッチをね、早くyou、mm-hmm.